さて、矢板市の障害者支援施設でこのほど、新型コロナの影響で中止となっていたイベントが5年ぶりに開かれました。矢板市の障害者支援施設、高原学園で開かれた高原祭りです。入所者の発表の場を作り、地域の人たちにも楽しんでもらおうと毎年開催されていましたが、新型コロナウイルスの影響で2020年から中止となっていました。5年ぶりの開催となったこの日は、入所者とその家族、職員のみと規模を縮小して開かれました。このイベントを心待ちにしていた入所者も多く、職員による手作りのショーなどを楽しみました。また入所者が歌を披露すると会場は大いに盛り上がりを見せていました。コロナがずっと続いてましたので、5年ぶりということになります。入所さんたちの笑顔が一番の私たちの職員のお仕事の励みになりますので、そういう点ではこれからも彼たちが毎日毎日が楽しく安全でできるように頑張っていきたいと考えております。